はい、皆さんこんにちは。体幹バランストレーナーの小葉克己です。怪我をしない体の中にでも、パワーをつけていくっていうところで実現できているのが、久保建英選手だったりとか、中井卓大選手。体幹とバランス筋力、下半身の、筋力をしっかり小学生低学年からつけることによって怪我をしない体作りになってきますので、怪我をしない体から日本代表海外へと進んでいってもらいたいなと思います。強い体を作っていきましょう。はい、続きましてですね、久保建英選手が、小学校の高学年から、中学生にかけてやっていた基礎的な、体幹バランスのチューブトレーニングを紹介します。基本的には、チューブなしで、しっかりやれることが、大事なんですけれども、チューブをつけることでさらに、負荷を与えられます。でやはりチューブをつけることによって、その体幹の、バランスの軸を作らないと、やはりただ、ウエイトトレーニングで脇腹お尻だけ鍛えても、やはり自分の体をしっかりコントロールするためには、不安定な状態でしっかり支えられるかどうかということが大事になりますので、その前の段階として基礎的なチューブトレーニングを紹介したいと思います。1種目目ですね。肘つけます。でそして上の足まっすぐにします。でチューブは膝のところに巻いてますよね。これは小学校中学生ぐらいの年代の使う紫のチューブになります。これフィノワから出します。基本的には骨盤の幅に対応してますので、あんまり、きつすぎず弱すぎずっていうことで、なるべくならこのフィノワさん のチューブを使ってください。はい、でそして下の足これ曲げますね。でこの状態から息を吐きながら、はい、まず安定させます。で安定したところで、はい、足を上に上げていきます。でここしっかりね支えますよ。でこれを10回です。10回です。で10回終わったら1回休みます。で連続でこれは行います。じゃあちょっと1回ね、いいですか。はい、じゃあこれから10回やりますね。はい、じゃあはい上げてください。1回安定したら、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK。 はい、下ろします。はい、だいたいね10秒ぐらい休んだら、はい、2セット目、はい上げて、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK。 はい、逆向きましょう。上の足はしっかり伸ばす。で肩の下に肘で胸を張る、ね、はい上げて、はい安定したら、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 下ろして、はい10秒ほど休んだら、はい上げて、はい1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい OK です。ですね、今1種目目10回やりましたが、回数的にね、ちょっと足りないなと思ったら、別に20回30回でもいいんですけれども、ただ一番やっちゃいけないのは、はい上げた時にですね、こうやった時にこうブレる、こうブレるのは絶対ダメですから。なので、自分のメニューとしてはだいたい10回でしっかりフォームを作り上げるということが大事ですので、それを忘れないでください。はい、チューブトレーニング2種目目に行きます。前回のですね、久保建英選手の初級編のところの4種目目にですね、チューブなしで瞬間的にこうクッと上げたものがありました。で今日は、チューブをつけてその4種目目のやつをやるんですけれども、一番は脇腹とお尻でしっかり支えられているかっていうことがすごく大事になります。なので、実際ねチューブをつけてバッと上げるんですけれども、この時に不安定な状態にねわざとさせるので、これが上げた時にこうなっちゃダメなんですね、ぐらついたら。でこれをしっかり脇腹とお尻の筋肉を使って、はいクッと上げて止まる、これがすごく大事です。例えばこの立った状態でね、ここに相手がいた時にバーンとぶつけた時にね、その時に当たり負けする選手は脇腹とお尻が弱い証拠なので、それをこう作り上げられることができます。もう一回いいですか。
せーの、フッと上げる。はい、これを5回やります。5回の2セットです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ皆さんチューブを膝に巻きましょう。はい、じゃあしっかり息をフッと吐いて、この辺に人がいるイメージでそれをバーンと跳ね飛ばす感じの部分でやってくださいね。はい、行きます。よーい、いち、はい、よーい、い、はい、よーい、さん、はい、よーい、し、はい、あ、ラスト、よーい、ご、はい、オッケー。はい、逆行きます。はい、ブレてないですか。チューブ上げた時にブレないようにしてくださいよ。はい、よーい、いち、はい、よーい、い、はい、よーい、さん、はい、よーい、し、はい、ラスト、よーい、ご、はい、オッケー。はい、グーグーグー。はい、2セット目。だいたいね、2セット目の時にね、骨盤が下がるからね。はい、しっかりね、ここをバーンと当てるようにしてね。はい、イメージこうね。はい、よーい、1、はい、よーい、2、はい、よーい、3、はい、いいよ、よーい、4、はい、ラスト、よーい、5、はい、オッケー、はい、はい、逆行こう。はい、ラスト、ラスト。はい、皆さんいいですか、ラストね。はい、よーい、1、はい、よーい、2、はい、よーい、3、はい、よーい、4、はい、ラスト、よーい、5、はい、オッケー。はい、それではですね、体幹バランスチューブ編の3種目目いきます。まあ、土台がね、体幹なので、その体幹を支えるのは、下半身になります。そのために何回も言ってますが、チューブはわざと不安定な状態を作って、その状態でしっかり体の軸を支えながら、いろんな動きをしていかないと自由に自分の思った動きができないので、今からやるトレーニングは軸足と体幹、これの連動になります。やり方です。チューブを膝に巻きますね。で、この状態で、ちょっとしゃがんでください。若干ね、若干ね。で、ボールを蹴るとき、まあ、軸足ね、伸びたままボール蹴りませんよね。軸を作った状態で、膝曲げた状態でね、ボールを蹴りますから、だいたいそれぐらいに合わせた状態にして、で、そこで横から見たときは足の上、頭ね、この状態を作って足を上に上げると。ちょっとやってみましょうか。グッグッ。この時も今ね、軸足でしっかり支えてます。で、足を上げることによって体幹のインナーマッスル、ボールを蹴る時の中のインナーとアウターですね。で、これをですね、20回軸を作りながら2セット行います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、軸を作った。はい、上げて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK。 はい、逆ね、一回ね、まっすぐにして、はい、しゃがんで、はい、軸作ったら、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、 OK。 あの、上げるときね、息ふっと吐いてくださいよ。はい、2セット目。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、 OK。 ナイスナイス。はい、逆。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK。 はい、久保建英選手の体幹バランスチューブトレーニングの4種目目になります。やはりですね、自分がいろんなあの中学生年代をトレーニングをこう比較したときにですね、やっぱり久保選手のお尻と脇腹がやっぱりすごく大きかったな、あとは強かったなっていうのがやっぱり分かってきました。その時はね、中学生ぐらいのね、少年ぐらいでしか、まあ、作っていなかったんですけれども、やはり竹内選手が20歳になってから、で、今の中学生年代比較すると、やはり お尻の、ね、大きさが全然違います。ということは、それだけ、この左右の動き、まあ、これからやる左右の動きに対しても、お尻でしっかり体の軸を支えていたっていうのが分かります。で、そのトレーニングをちょっとこれからね、紹介します。
チューブを、ね、膝に巻きます。でそして体の軸をしっかり安定させながら、はい、横にスッ、はい、この時にお尻で支える、はい、お尻で支える。でだん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 慣れてきたらちょっとね大きく飛んでみてもらっていい。で必ずストップします。はい、ストップ。はい、この時にね頭ブレてないですよね。はい、見てください。頭ブレてないですよね。はい、これをですね、20回2セット行います。はい、じゃあ一緒にやってみましょう。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK。 はい、少し15秒ほど休んでから、2種目目移ります。はい、行きましょう。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK。 まあ、どう実際やってみて。そうですね、結構お尻やっぱ使えると僕、うん、まあ、たまにサッカーやるんですけど、その時にやっぱり踏ん張った時にしっかり力が入るんで、その切り返しとかが早くなるかなと思います。はい、で、まあ、実際今ほら、ね、さっきもさ、J リーグのユースの、ね、はいはい、選手を来てたりしたじゃない、はい、でその選手なんかにも、まあ、チューブトレーニング指導してるんだ、はい、でその時ってやっぱり、ビフォーアフターとかなんか考えた時になんか自分の中で、はい、あ、この選手チューブトレーニングやったらこっからこういう風に変わったなってなんかあるっていう。一番最初僕が見た時の印象が、うん、横のこういうジャンプやった時に、うん、頭がこう結構横にぶれてたんですね、はい、うん、なんでまあ腹斜筋横とお尻のチューブトレーニングを、うん、入れたらもうだいぶ、うん、ウォーターバッグ一番重いの持ってもぶれづらくなってきたんで、うん、そこはちょっと変化がな、うん、出てきたかなと思います。まあ、実際自分ね、久保選手が、まあ、小学校5年生からやってるんですけども、チューブトレーニングはもう小学校4年生ぐらいから始めても全然いいんですね。でその中で、まあ、先ほどの杉浦トレーナーが言ったように頭がぶれないっていうところがすごく大事で、あとは上半身を支える下半身の筋力がやっぱり、不安定な状態でも支えられるっていうことが、自由にね自分の思ったようなプレーがねできるようになると思います。まあ、杉浦トレーナーもねYouTube もそうだけど、はい、インスタグラムで結構トレーニングとか出してる、はい、そうですね、ね、はい、どんどん増えてるじゃない、はい、皆さんもね、今 YouTube もそうなんですけども、杉浦トレーナーね、やっぱりね、サッカーのことよく分かってるので、その中で、動画をね、出していくので、インスタグラムをね、ぜひ見てください。今日のね、久保建英選手のトレーニング、2回ね、体幹編とチューブ編を行いましたが、これをね皆さんしっかりやって、次は今度ハードトレーニングの方にねチャレンジしてみてください。そしてチャンネル登録いいね、よろしくお願いします。はい、じゃあいつもの言葉を、はい、せーの、レッツ久保建英。